どうも高井です。今回ね AI について話したんですけど、 AI で仕事が5割から8割消えるっていうねニュースが頻繁にあると思うんですけど、まあいくらね失業者が出ようが、今の日本の失業率って1%が 3% くらいなんですよ。少ないじゃないですか。でそれが 50% から 80%70% くらい増えるとしたら、それって経済にとって大きな損失じゃないですか。まずお金を得る機会がない人が出てくれば、まあ、貯金を切り崩すしかないでしょうし、でお金をねもう使えないって状態ゼロの状態になってしまえば、まずサービスを受けるゆとりもなくって、物を買うっていうゆとりもないじゃないですか。だからこそ GDP の面で考えても経済的にはやっぱり大きな損失なんですよね。だから労働者がお金を得る機会なければお金を使えないから、経済そのものがすごい打撃を受けてしまう。新しい仕事必要じゃないですか。だから仕事を失うっていうことが長期的に見たら、まあプラスマイナスじゃないんですよ。短期的にはマイナスかもしれないけど、でもしですよ、その2割3割仕事をね失わない人がいても、その人たちが、まあ、経済活動という意味でもやっぱり仕事という意味で苦しいですよね。だ何せ残りその7割の失業者側の人たちがですよ、いくらこう商品をね3割とかその人たちに売ろうとしても金持たなきゃ売れないですかね。だからそういった意味でも AI で失業者が出るっていうのは、短期的にはマイナスでも長期的でもねプラスだって話をねしたいと思いました。